ドイツに住んでみてドイツっていう国自分なりにどどううう今理解してますかどういう国ですかかい国で自分は少なくとも日本との比較みたいなところにまずなってくるので、えーっとまあ、それで言ったらドイツのことはまだまだわからないこと多いんですけどま,まずそもそも日本の価値観とは全く別の軸で人々は生きていてその中でいろいろな国な 意思思決定ががああったりとととかいいいうふうこるなに思いますで、まあ、ちょっとこれはまだ全然僕も分かってないことなんであれですけど、まあ、やっぱりこう日本は少なくともヨ,ヨーロッパナイズされたものよりもアメリカナイズされているものが多いそれは特に根幹の価値観の部分だアメリカナイズされた中で日本の元々のものが大きくまだありますけど、うん、っていう中であるなと思った時にもう本当に違う場所に行ったっていうところ価値観が違う場所にあるところに行ったなっていうのはあったんですけど でもその価値観の中での方がこうより自分にはフィット感があったというか自分の家族の価値観に比較的近かったういうところがあったので、すごく行きやすいえ国っていうのがまず自分の中での主観の印象です、うん。ドイツっていう国の好きなところはどういうところ？えっとそうですね。えっ、ー、となんだろうな。うん具体的に言うと。 こう例えば何に対して幸福を感じるかみたいなところ日々の生活の中でどういうところに幸福を感じるかみたいなところ何に例えばお金をかけるかとか何のためにお金を稼ぐかみたいなところですけどあのよく日本っていうよりよくドイツって、えー、と日本語で言うと例えばお金を稼いだ時にえそのお金がな何になるのみたいな、うん、いうことをよく言うんですね。だからその 日本人ってよく働くけどそれで何がいいのみたいなあお金を稼げるのそれが何っていう話にすごく真顔でされてまあ僕も少なくともそう思ってたんでいやそうなんだよねみたいな話になるんですけどでそういうところでこの何が自分にとって幸福なのかみたいなのをそれぞれちゃんとまず考えていてでそれに必要なものを必要な分だけ持っていくっていうそのところでそこですごく生活が豊かなというか生活が豊かですごく心に余裕があって。 で心が豊かだなっていうでそういう人たちと一緒にいるっていうのはすごく楽しいというかあの幸せな時間が流れていくというかっていうところがまず好きです。という話せっかく聞いたんでちょっとサッカーまあプロサッカー選手を目指してるっていう多分人も多分見てくれてると思うんで、まあ、そういう人たちにちょっと伝えたいんですけど何だろう。プロサッカー選手が 目標であることはいいんだけどそれがゴールになっちゃうと、まあ、まさに今の話と同じでお金を稼ぐことがゴールになっちゃうとやっぱりそうじゃなくてそれはあくまで手段ツールであってそれを通してサッカー選手っていう職業を通してどういう自分を実現したいのかどういう社会を望むのかどういう生き方をしたいのかっていうところがやっぱり人なんでその生き方の部分なのかなだからお金を稼ぐことがうん目標でもいいんだけどゴールではなくて。 どう使う使のかそのお金を使ってどう社会や、ね、あるいは世界を豊かにしていきたいのかっていうところまでやっぱり考えてるのが俺もスペイン行って感じたんだけどなんかそういう人たちのほうが日本よりも多いかなっていう印象はやっぱあるんだけど、うん、その辺はやっぱり感じたんだな、まあはい。夏彦も今、まあ、改めてちょっとサッカーの話も聞きたいんだけどサッカー選手を通じてどういうこと、まあ、それをあくまで手段としてどういうことを実現したいと思ってますか まあサッカー選手っていう職業を通じて、うん、自分の人生で実現したいことでもいいです。僕自身が日々考えて、えっと、することっていうのは基本的にはそのサッカーの道を追求すること、うん、一つに限ると思います。でそこにこう例えばそれを見てくれる人の顔を浮かべてとか。 その人見てくれる人たちへの感謝を込めてとか言うとそれは僕の中ではそんなにピンときてなくてそれを言っったらににななて嘘になりますでそれよりもこのサッカーを追求した中で結果として人に勇気を与えられるものがとか人の生きる糧になったりとか生きる希望になったりみたいなのができることが最終的な目標ですけどそれは自分がそのためにプレーをするっていうとそれは嘘になります。うん だから自分の道を追求すること、うん、そういう期間ですそれが僕のあと65年半、うん、それを追求して生きていかなきゃいけないなと思います、うん、まあそれプラスでドイツの話聞いたので逆にドイツに住んだからこそ見える新たなこう自分なりの日本のイメージとかそういう日本に対する思いなんかがあるのかなとまあ俺は少なくともあったんでスペインズになんかもしそういうのがあったら聞かせて。え 向こうに行ってからは特にこの日本のいいい部部分分みたたなななな好きな部分がすごくよよりり逆ににに明確になるようになりましもともとはその日本でのちょっと生きづらさみたいなのを少し日本でのというかまあ当時は日本だから生きづらいとか思ってなかったですけどこうまあ簡単に言うとよく同調圧力って言われるようなことが分かりやすい言葉ですけどこうみんなこうしてんだから君もこうしなきゃいけないんでしょっていうことに対して本当にな,なんでなんだろうってずっと思ってて。 で多分家族はそういう生き方の中でこう教,教育というかそういう価値観の中で生きてなかったので,、うん、でそれがこう周りとそうなるとすごくその苦しさみたいなのがあって、うん、でもなんかそれでそのままでいると尖ってるよねみたいなとかなんかそれで目立とうとするみたいな話になるといやそうじゃないんだけどなみたいな、うん、っていうことへの苦しみみたいなのがあってでまずそれがなくなったのがものすごくストレスフリーになった。うん 状態ではあります,、うん、で,すでも向こうに行くとこう日本人というかその良さみたいなのもすごくあってで少なくとも自分は日本人として生きてきたのでそういう意味では例えばなんだろうなえっとこう日本人これまあ本に書いたってことなんですけど日本人はこう日本の文化っていうのは間を大切にする文化だっていうのを言っていて僕はそれすごい好きで,で例えば隙間とか例えば生け花をしてもあれは 隙間を作るための,いけばのであってでその隙間が美しいみたいな話があってでそれもすごいいいなってそういう文化的なところあらゆる隙間みたいなとこも好きですしあとはこのできるだけこう間を取るみたいな、うん、じゃあ相手が今どういうことを考えてるんだろうとかその相手をおもんぱかるとかよく言うことっていうところはやっぱり本当に日本人が特段持っているもので,でそれは好きですねうん、うんで。そそそれが何でであああるののかかみたいいいな話ももりりますけど、うん、でもととととえずそうううう文化とかそういう人と人との 接し方みたいななととこころは好きなところでもあります、うん、ちょっとまたサッカーの話戻しちゃってごめん悪いんだけどその間の話っていうとちょうど昨日大学サッカーの、まあ、トップレベルの準決勝を見に行ったんだけどあ日本のサッカーあるあるなんだけど間がないなと思うのね常に全力で常にトップスピードでやっぱ間がないんでん抑揚がないから見ててもつまんないなとんご,めんごめんなさい大学サッカー関係者の皆さん <laughs> 大学サッカー全部がっていうよりも昨日たまたま取材した試合がそうだった。 なんだろう日本ってそういう文化的な背景があるのにやっぱそういうものをもっとサッカー関係者とかが日本の良さって何だろうと世界の中で日本のオリジナリティー何だろうってやっぱり理解した上でサッカーに乗せていかないとなんかそういうものが多分ジャパンズウェイとか日本のオリジナルで世界に、ね、出て少なくともサッカーってグローバルなスポーツで世界と勝負しなきゃいけないんでそういうところが逆になんかないのが不思議なんだけどどうも。<laughs> い<や>僕 <laughs> もう本当にそのと通りというかすごくそれは同感する場所があって、うん、僕なんかが何も言えないんですよ。うん、僕,僕ががか日本サッカーがどうだとか言えないんですけど、うん、あのただこうちょっと、ま、これも偉そうに言えないですけど、うん、なんかちょっと中途半端というか世界のサッカーみたいなのを、うん、目指すのか、うん、そこにこう追いつき追い越そうと頑張るのかっていうよりもこのまた独自のものを見つけてやっていくのかみたいなところが。 なんかど,どっちなんだろうみたいなのは、うん、あ感じますということはあってだ,だからどうっていうことが言えないから、うん、あの何も言えないんですけどそれは感じます少なくともさこう選手として日本人としてドイツでプレーしてたら外国人選手で見られるわけじゃないですか、はい、だからドイツ人選手と一緒のことはもともとしてほしくないと思ってるわけでしょ、はい、そういう意味で自分のこう日本人選手としての、まあ、渡辺夏彦っていうパーソナリティ以外の日本人選手としての良さっていうのは。 どどうう自分分なりに析してそれを具体的出えっとまずえっとまあピッチの中と外みたいなのがあるんですけど僕多分中と外全く違うのと思うまず違うんですけどえっとピッチの外で言うとまあ日本人的なのかというか僕のなんかこの特段こう誰かを何だろうマウント取るようなこのガヤガヤ言う感じではないけど。 でもこう周りと調和してみたいななんかその多分そのほ,ほのぼのした感じみたいなとこにすごくみんな愛着を持ってもらってるなみたいなとこはすごい感じますドイツ人の人たちにも、うん。でそれは何かそういう感じは感じるのとあとまあピッチの中みたいなとこで言うとうんまあか身体的な特徴みたいなところとあと少なくとも僕がいるレベルとかおそらくもうちょっと上のレベルで言えばうん。 ボールを扱うスキルの高さ、うん、テクニックスキルの高さは、うん、えっと、あります。あの、周りよりあると思うので、そこをいかに活かせるかというところになります。うん、まあ、さっきのその同調圧力の中での行きづらさみたいなところって、まあ、感じる人、感じない人、今日本の社会でいると思うんだけど。まあ、そういう意味で言うと、やっぱり夏彦の特にお父さんの仕事、職業柄、まあ、やって。 ね、ある意味でアーティストだと思うし俺もお父さんのことは知ってるけど、まあ、どういう職業かっていうのはここで明かさないけどやっぱり自分なりにこうお父さんの背中とか仕事ぶり見てなんかそういう価値観ってやっぱり幼い頃から今振り返るとなんとなくこう培われたものなのかな、えー、い影響はたくさん受けてると思いますけど、うん、あんまりこう仕事のことを家で話したりすることはまずない、うん、基本的にはないので、うん、あの例えば仕事面でみたいなで言うと、うん、あの月にの月に 1>, 1回か2回ぐらいこう海外出張でいない時が多かったので、うん、だからこうで海外旅行に行くことも自分も多かったので、うん、あの海外に行くってことがあまり特別なことではなかったっていうのはまずあると思います、うん。あとなんかこれはあのなんか昔にそのなんでその仕事を選んだのみたいな多分ちっちゃい頃に来た時にあのネクタイをつけたくなかったのと満員電車に乗りたくなかったっていうのうまあ 本当なのかふざけたのかか言ってて多分そういうのも実はすごいあの影響を受けてたりすす。ると思いま敦彦、うん、にとってこう、まあ、まだ25歳っていうね。年齢で若さだけどもこう両親ってどういう存在で今どういうかどれぐらいの感謝の気持ちを持ってますかえっとまあ存在で言うとどういう存在っていうのは難しいんですけど、うん、えっと 圧倒的にリスペクトしています。うん、それは家族、あの両親もそうですし、うん、えっと兄弟、兄と姉もそうですし、うん、えっともうその基本的に僕の価値観は多分家族が中心になってできているので、うん、リスペクトしてますし、ええ、うんうん、まあどう,うその存在になりたいっていうわけじゃないですけど、まあ、うん、難しい質問だからずっと変える <laughs> サッカーの中での関わりね、やっぱり <laughs>、はい、両親の関わりって俺すごく、うん。 まあいろんな人にこれは知ってほしいなと思ってて多分夏彦に対して、ね「あのプレーダ目だったな今日あれあなんであん,あんなことしたの?」みたいなこと多分一切言わない親だったんだろうな、うん、まあそれはまあご自身がもしかしたらサッカーしてなかったっていうところも、ね、関係してるのかもしれないけど、まあ、サッカー選手の夏彦との関わりは特にお父さんお母さんどういう関わりだったんだろう 当然,あ当然というか送り迎えとかしてくれたりとか、うん、朝早くから準備してくれたりっていうのもそうですし、うん、あと、まあ、特に大学僕は4年生までアルバイト禁止だったので、うん、その金銭面的なものもそうですし中学時代に海外に行かせてもらったのもそういうサポートは絶大で、うんえー、でしたかつただ僕のプレーに対して、えー、と何か言われたことは多分サッカー時世で一度もないです、うん、今日のプレーがこうこうこうだったみたいなのないですね、うんなんか 面白いゲームだったねとか、うん、うわあのプレー良かったねとかまあありましたけど、うん、こここももちょっとこうとかは1回もないですね、うんまあ、だからこそまあ一回お父さんに聞いたことあるのかなその、ね、例えば自分の進路でトリプルッタをジュニア S で選んだ時も、まあ、もしかしたらねこうプロにさせたいとかあんな選手にさせたいと思う思やだったらね夏の近くだったら MIC、まあ、東京とか。 ね、J の株がいっぱいあるわけじゃな,なんかそういうところにセレクションを受けようとかってなると思うけどやっぱそういう発想はやっぱなかったのかな渡辺憲は。多分なかったと思います、うん、ちょっとあんまり詳しく覚えてないですけど、うん、おそらくそういう基準ではなかったと思います。うんまあ、それは結果的には良かったと思ってる、まあ、これよやっぱ良かったとか悪かったとかよく分かんなくて、うん、でもまあよかったよかったと思います。うん、あのすごく うん、よかったまああとちょっと大学の話が出たんで大学日本における大学生と多分なんだろうまあさっきね個人的にはそのさっきの大学サッカー部での4年間アノバイト禁止、まあ、それは個人的に日本の大学の中で禁止してるところトップレベル多いんだけど禁止まではしなくていいかなと思ってて選手に判断やっぱりさせてほしいなって思ってる人間でっていうのもやっぱりもう18歳で基本的にはもう成人っていう認識で。 やっぱり大人として扱うべきだと思うし一括で部として管理するっていうところはこれから社会に送り出す、ねこうまあ、最高の教育機関学府としては、まあ、そこまでする必要あるのかなっていうのはちょっと思いとしてあってどう実際に大卒でドイツに行って日本だったら、ね、新卒って扱いとか J リーグでも、ね、ルーキーっていう扱いで22歳でもルーキー若いっていう,こう扱いになるんだけどドイツに22歳に飛び込んだ時には若いって思った。 えといやもう全く、えー、と22歳だったら下手したらもう、えー、中堅とベテランの間ぐらいの、えー、と年齢になってくるので、うん、圧倒的な差を感じましたなんかこうメンタリティーとかは結構その18で上がってきた選手とかとあんまり変わんないぐらいのメンタリティーなのにただもうそこには4個とか5個の年齢の差があるっていうのは大きすぎましたね。うんうん だからもうう相当遅れてていいる感っていうのがありました、うんまあ、別に日本を悪く言うためのこう質問じゃないんだけどドイツのの教育ってどうなの個人的には18歳とかで、まあ、特にブンデスでもね、まあ、17歳18歳の選手がパーンとこうデビューしてもやっぱり立派にプレーしてるし多分立派にプレーできるように見えるってことは選手としての自立がある程度ないと多分そういうプレーできないと思うんかそういうところ見てもやっぱドイツのそこはサッカーの育成だけじゃ多分。 成し得ないことでやっぱり国としての教育とか普段からの教育の中身が多分そうある程度そういう自立を促すようなものに方向づけられてるのかなっていうふうな印象あるんだけどもしそういうドイツの中での教育の若干の仕組みとか具体的にそういう、ね教まあ、家族となんか付き合いがあったら何か知ってることがあったらほしいんだけど。えーっと 教育の仕組みみたいなところで少し言うと、うんえっと、ドイツはまず、えっと、10歳の時ですかね十、うん、歳の時点で自分がどの進路に向かうかっていうすごく大きな選択があって、うん、そこでこう4年生のいわゆる日本でいう大学ユニバーシティに行くか専門大学あの職人っぽいところに行くかっていうあともう一択あるんですけど、うん、そういうところにこう分かれて、うん、選択を10歳の時にするんですね。うん おそらくそこはまあ個人子供よりも割と親のあれが大きいかなと思っていて、うん、ですごくごくたまにそこから、えー、と試験とかを頑張って受けて進路を変更することもありますけど、うん、基本的にはそのままいくっていう、うん、だからまず10歳で選択をするっていうのが迫られるっていうのも大きいのかなと思いますし、うん、まあその中で明確な、えー、目標を持って生きていくだ、うん、からそこがかなり早いのかなと思いま 早くても中学さんの人で十五歳とか日本だったら十八歳とかで初めてそういう選択をするのがまずそこが早いのかなとは思います。うん、あとドイツ人がその自立をしているのかでいうと自立はしているのがやっぱり早いと思います。なのかえっともしくはその日本人とそのえっとまあアイデンティティの持ち子としての個人としてのアイデンティティの持ち方みたいなのがちょっと差があるような気がしていて、まあ、うん、日本は日本人は比較的こう。うん 個人っていうこのものよりもこう周りとの,この協調だったりとかもしくは個人の中にもその協調の中でこの文人というかこの自分の中に何人かこういろんなあれがあっていろんな人とそれで出会接する人によってこう自分の違う部分が出てくるみたいなものがある中でドイツは割とこのドイツ人とか西洋はおそらくもう少し個人みたいなものがあって。だからそこがまず違うので うただそれが果たしてその僕成熟というかそのどれだけこう濃密なものなのかっていうとそれは個人差がすごいあると思いますそれはえっと僕がチームの中であった選手の中でも18歳でもリスペクトする,トするっていう選手とちょっとどう,どうかなみたいな思う選手やっぱりあったのでその差はあると思いますその差によって例えばその後のキャリアが変わってたりする 大きく変わってますそれはもうものすごい明確に面白いほど明確に分かれていて、うん、えと自分が、えー、とその3部のアーレンに所属した時に行った選手が、うん、えと本当に年齢が2個下の選手、えー、5個下の選手それから4つ上の選手っていう3選手は圧倒的にこうリスペクトできる選手で、うん、もう本当日々の。 うん、一つ一つの練習の仕方が違うみたいな、うん、17歳でもいたってことねえっと18歳ですかねあ二18歳、うん、21歳、うんえっと、27歳とかでした、うん、で彼らは、えっと、本当に面白いほどその3人はその後上に行きましたブンデス1部に行った選手ブンデス2部に行った選手3部ですけど3部のトップでやってる選手っていうふうになっていてもう本当はそこ明確に分かれたので。 あもう本当はそれがストレートに出るんだなっていうのを感じましただから自分もやることがより明確になったというか、うん、逆にそれができればチャンスは来るっていうふうにも、うん、自信自信というかはい明確にこれをやればいいんだっていうことは分かりました、うん、その基準は具体的に言うとどういうこと彼ら、まあそ,えっと、そうですねえっと例えば週5日練習があるとして、うん、その週5日の練習で 1> の1時間半の練習の中で分、えー、分たたりりととも多分適当にこななす時間がかかっそれが日々連続して、えー、と明確に目標を持ち続けてやるということでそれが日々の時間の過ごし方に落とし込まれていることが一つということとあと苦しくなった時、うん、うまくいかなかった時の、えー、と態度というか、まあ、メンタルの持ち方だったりとか。うん ポジティブなのか、もしくは自分と向き合っているのか、うん、そういうもの簡単に言うとメンバー試合に使われなかった翌日の練習とか、うん、メンバーに外れた日のメンバー外の練習とか、うん、なんかそういう態度が分かりやすく分かるのはそういうところです、うん、だったと思います、うん、やっぱその辺はやっぱりこう自分以外の責任にしないってことそうですねううはで僕はできてない部分が多々あったと思いますそういう彼らから学んだことは多々あるってことですね、はい <laughs> 今何か社会問題に関心社会問題でいうと関心ああるることあるえ多角的にいろんなものに興味を持つようにはしているのと、うん、特段これっていうよりはそのいろんな問題に対してそれがどういう仕組みになっていて、うん、なぜそうなっていてっていうこと、うん、あとこれが果たして本当に問題なのか、うん、例えばメディアが取り上げているだけの問題なのか。 実際はこういうことがあってそんなに問題じゃないとか、うん、実はもっと大きな問題があるとかそういう構造を把握するということを意識して問題を見るようにしています、うんまあ、俺ちょっと余談だけど<あ>スペイン留学時代にドイツ人とルームシェアしたことがあって、はい、そのドイツ人だったからかもしれないけど環境問題この人たちここまで考えてんのっていうのはやっぱゴミの出し方一つも俺すごく注意されたし。 でやっぱルームシェアで月額のそのね部屋代にこう光熱費が込みだったから結構こう電気なんかもつけっぱなしでね老化とかしてたりしたら注意されたしいやその電気はあなた別に気にしてないかもしれないけどどうやって電気って、ね、こう誰がそういう電力を生んでるのとかっていうところまで彼らは言ってきたし彼、うん、彼かそういう問題へのなんか意識ってドイツ人はあるのかなありますあります。 えっと、おそらく教育もされているんだと思います、うん、学校レベルとかで細かく。でそれはその人は特にすごかった人に注意するぐらいなので特にすごかったかもしれないんですけど <laughs>、うん、あのすごく明確に例えば僕もあの大家さんから何回か「うん、いやこれはこっちだから、ね」みたいな「でこれはこっち」みたいなものがあったりとか分別の種類もものすごく大きい、うん、多いですし、うんうん、そういう環境問題への捉え方とか、うん、というかまあ 結局かその地球という死後はあまりないので僕たちにとってもその自分たちというか人たちがより地球と共存できしていけるようにはもっとこうすべきだっていうことをみんながちゃんと考えてその意義を持った上で多分日々分別したりとかいうのをしてるんだなと思います。ドイツ人ではここまでこう細かくするのかみたいなところってなんかある生活の中。えっとうん例えば僕が一回生ゴミ とかをちょっと面倒くさいから普通ゴミ普通ゴミって何でも入れていいんですけど普通ゴミのように生ゴミ入れてたことが何回かあったらそれパッて気づいてこれは絶対こっちみたいなこ分けてやってでその分けたものはそこはまあ特に田舎でもあるんでその捨てるんじゃなくてお庭のそこに入れるんですねそしたらそこってとんでもない量の虫がいて全部自然にリサイクルして例えばそういうこともしているんだとか。 あとまあゴミの分別の分け方はすごい多かったりとか、うん、あとはやっぱ瓶の文化があるんでペットボトルできるだけ使わないとか、うんうん、結構やっぱ重いし大変だと思うんですけど瓶の生活、ね、でもやっぱあ,れあの仕組みいいじゃんそのスーパーとかに瓶返したらそのね、はい、瓶代が返ってくるとかっていうう、ね、ああいうの日本にも欲しいよね、うん、そうですねやっぱペットボトルのやっぱ被害はやっぱり大きくな相当大きくなってますし、うん、こうじ人へのもうペットボトル今人って1週間に クレジットカード1枚分ぐらい食べてるって言われててやっぱそれくらい人への影響もそろそろ出始めると思うんでもう少しちょっと歯止めを効かせないとまずいと思ってて、うん、やっぱ瓶の文化があるだけで瓶はあれで40回から50回繰り返して使えるのでだそれだけでもだいぶ違うし日本にもまあ日本にはまた別の仕組みでもいいですけどなんかそういうものがあっていいように思います、うんうん、なんかそこがさ一つ分岐点だなと思うのは例えば日本はじゃあ今。 ね、ここ最近のタイミングで、まあ、コンビニとかスーパーでプラスチックごみ減らすために、ね、それ削減のために、ね、レジ袋を有料にしますって、ねあ「有料かなんだよじゃあもうマイバッグ持っていくか」ってなってるんだけどなんでじゃあその背景のところなんで、まあ、今言ったみたいにクレジットカードにこう1枚分ぐらい自分の中に取り入れてる、まあ、環境問題以外にも自分の健康の問題のところもあるわけじゃない。 やっぱこれだけ普通にスマホで検索すればそういうのも出てくると思うんだけど意外に人ってなんかそういうことを今便利な時代で何でも調べられるのにしなくなってるような印象やっぱ受けるのね。いかやっぱそこまでなんだろうなずくなんかこうお話ししてるとなんかそういうところまでこう意識まあドイツに住んでるからその問題はね意識あるのかもしれないけど普だからどうなんそういう自分なりになんでだろうって考えて。 調べようとか、本読もうとかってはしてんのそ。そこまで知らないと気が済まないです。<ー>その現象だけ取り上げて。これがどうとか言っても。え、なんでだっけみたいな。うん、だから、例えばなんだろう。例えば、ルールがあって、うん、このルール守れって言われても。え、それは、なん、何のため、何であったルールなんだっけみたいな、がないと、結構納得できないみたいなところは繋がっていて。うん、それはありますね。か、もう、気が済まないです。<laughs> それは、でも、いいことじゃん。<laughs> まあ、いいと思います。ただ、うん、それこそ、今、この。 例えばネットニュースとか見せたらやっぱり表面的な情報しか出てこないのは注意が必要というかそれだけ見て満足するとなかなか難しいから注意しようというふうに思ってます自分は、うんうんうん。まあそういう意味で言うとサッカー選手ってそういう体制をねこう自分で得ることができる環境の職業なんじゃないかと思うのは夏彦と向き合ってて例えば自分の体の作り方コンディションの作り方も今っていろんなネットニュースも含めてこんなトレーニング法ありますとか。 ね、こういうトレーニングを誰々選手がしてます。こんな有名選手があのトレーナー使ってます。とかって出るんだけど。でも自分でやって自分に合うかどうか含めて自分で効果自分の体で実験できるわけじゃないですか。うんうん、やっぱそういうことも含めて、やっぱ自分で実証実験していくっていうところは、やっぱプロセスとやってるって事だよね。はい、やってます。それはやってます。特にそれは大あ。でもこの3年ですね。1番その体のことも体系的にちゃんと覚えようと思って。例えばあの例えばこれはフィジカル。 フィジカルトレーナーの人に指導してもらっててもやっぱそのトレーニングだけとかその時話してることだけでなかなかこれが何に生きるのかとか <うん S 1> こことここがどうつながってるのか分からないとかもあの本を教えてくださいあのう <ん S 1> ど,どういうものが元になってるのかっていうことでドワッと本を教えてもらって <うん S 1> それを読んでああっこ,こうこういうことにみたいなあでここがこうなってるからこことここの連動が必要なのねみたいなことを理解するとよりそのトレーニングの質も変わってきたりとか <うん S 1> とか自分でチョイスする日々基本的には個人の自分で考えてメニュー組むので。うん そういういところの選び方が変わってきたりっていうのはあったりもしますしそれは食事のこともそうだしくくりでいうとメンタルみたいなところでもそうですし、うん、いろんなところがこう感覚だけでできるような選手じゃないので、ね、僕は、うん、だからできるだけそれを自分で落とし込んでやるようにはしてます食事でいうと、まあ、ドイツに行ったら当然自分で作らなければいけない一人でやらなければいけないっていったことだけど今どういう,こう食事法を確立した自分なりえっと まず必要な栄養素を全部摂取することっていうのは当然意識していてその中で取らなきゃいけないものっていうものをチョイスしてその食品を取らないということう <ん S 1> ということですねでその栄養素を摂る手段としてはえっとできるだけ美味しく摂る簡単に自分で作ってってことですだからもう365日まあ遠くにいる時は違いますけどドイツに戻った時は。 毎日三食自炊です。もう外食はないですね。なんかできなくなります。けっこう。その辺ドイツ人は結構食事チームも含めて大雑把なんじゃないかな,な。大雑把。大雑把です。これは大雑把ですね。食べるものとかも適当です。スペインでもあるあるなんだけど、今さすがにプロないけど。少し前まで数年前まで別スペインのプロチームでも試合終わったら。こうピザがロッカールムに入ってたりとかああ。えっ、ー、と。あ,ってあります。誕生日が。 来ると、誕生日の人がプレゼント、あの、食事持ってくるじゃないですか。それが大体、今のピザです。あ、そう。はい。で、そこにコーラがついてたりとか、まあ、ビールがついてたりとか、まあ、ビールはまた別ですけど。だから、ちょっと、さ、コーラ、砂糖、多いじゃないかと思いますけど。まあ、でも、全然気にしないですよね。はい。でも、まあ、やっぱ、ドイツ人だから、気にしなくてもいいんだって、やっぱ、なぜ、コの場合は。そこは、こだわって。でも、えっと、その中でも、トップオブトップの選手たちは、絶対気使ってると思います。確実に。うん。 それはそうだと思っていてで、自分はそこのレベルにはないけど、その選手たちよりも。突き詰めるぐらいやんないと当然いけないわけじゃないですか。うん、いつもそうできるわけじゃないですけど。うん、でもそういう風うに目指しちゃできないので、だからその人たちと同じことやってればいい。やってはないです。そういう意味で言うとドイツでね。こう何度か会って話すことができた。酒井豪鉄選手ってそういうところのこだわりもすごかった。はい、もうそうですね。やっぱ。 日本で本当にもっと注目されるべき選手だと僕は思っているので、うんうん、あのもうすべてが参考になるというか、うん、はい。すべてね。<laughs> <laughs> 大雑把な表現だけどすべてね。いやもうそれはゴートクさんの言ってることを聞いていただければいいと思います。<laughs> そうだね、はいうん。夏から紹介するまでもないこところねい、うん。あとはまあ夏の場合は例えばさ、こう一時期オンラインサロンやった時もそうだし。 結構こう好きな言葉というか結構いろんなところから自分なりに好きな言葉をストックしてるのかなってまあ常に変化し続けるとかまあ,あと最近で言うと話このインタビューするにあたってもねこう人として熟すみたいなこともキーワードとして挙げてきてるけどまあそういう言葉って自分なりにこう何その時ドキドキで,で自分の中にこうこうタイトルみたいなのつけてるのるもあありますしあと本を読んでる中で中いい、うん えっと日本語だったりとかいい言葉があるなと思ったらそれをそのまま使,使うようにしていってそっちの方がこうま伝えるのって難しいですけど少なくともこれっていつも自分の中で繰り返している言語で自分の中で文章で本当は説明しなきゃいけないことを例えばなんだろうな今日で言ったらよくわかんないので言うと「ハッピー」がデフォルトみたいな話とかも自分の中ではそれがいろんなことをまとめて話していてそれをストックというか自分の中で残しておいおりはしてます。 人としてて熟すって自分の中で今どういういこと、えっと、さっきちょっと言ったところでもあったんですけど、うん、あの自分の中で、えっと、思想哲学を持って戦略を持って、えっと、それを日々生きる行動指針にしていくみたいなことをってそのために自問自答が必要ですみたいな話があって、うん、でやっぱりその中でこう自問自答みたいなところで言うとやっぱ弱い自分い からら目を背けられないよねみたいな話があってこうちょっと前まではちょっと前というか2年ぐらい前まではやっぱりこの自分があまりにも多分弱すぎて弱い部分を出すことができなかったけどまあ今でもそんな変わってないんですけどでもそ,のそこからこう目を背けちゃいけないなっていうことをまあこれも自分で気づいたっていうよりはあのまあ お師匠さんみたいな人からこうかけられた言葉によって自分でそうなのかなと思って行動してみてやっと最近分かってきたことなんですけどまあそこのから目を背けては絶対に成長できないっていうことがあってでそのいかにその弱い自分と対峙できるかというか共存できたりとかできるかってとこがすごく大事なのかなと思っていてそれが熟すみたいなところにもつながっているのかなとは思っていて。なんかその 弱い僕が今思ってるのは、うん、おそらく誰にでも弱いというか例えば簡単に言えば誘惑に負けるとか、うん、強いメンタリティーいれないみたいな、うん、弱い自分はいると思っていてそれはトッププレイヤーでも、うん、うーんなんか企業すごい資産か分かんないですけど、うん、成功したという人でも誰でもいると思っていてただそれを、えっと、制圧するような個人が中にいると。うん その個人であることとが大事だと思ってて、うん、でそれをちゃんと弱い自分を見つめないとその弱い自分も常にいる状況でそれは何かすごい脆い状況になってしまうなというふうには思っています、うん。でさっきそのオンラインサロンをやっていたみたいな話をしていてもそこをやめたのもえとすごい今言った弱い自分みたいなところに関係していてやっぱこう。 まあ人にこういろんな言葉を伝えるとか今日もそうかもしれないんですけどここでは自分の本当に弱い部分みたいなのをさらけ出すっていうのはすごく難しくて僕はあんまり得意じゃないだから今日もそんなに言えてないんですけどもっと本当はあってダメな部分とかが多くあってでそれを向き合わなきゃいけないって考えた時にやっぱこのそうじゃない自分を出す時間がアウトプットする時間が長いとそこと向き合う時間がやっぱ減ってしまうっていうのがあってだからこそできるだけオンラインサロンはすごくいい機会だったしすごく良かったんですけど ちょっとそういうういい時期じゃななんだろうな、うん、僕のフェーズとしてそこじゃないんだろうなってのを思ってやめたりとか SNS での発信もやめたりとか、うん、とにかく自分にの弱い自分と向き合って自問自答するっていうことを日々続けるっていうことを、うん、え意識してやっています、うんうん。そういう意味では承認欲求はそんなに強くない他者から承認欲求はえとなくはない当然あると思います、うん。自分の中には必ずありますけど それにそれが中毒化しているみたいなことはそんなになにいいと思います、うんうんまあ、今で言うとね多分そこが、ね、結構な社会問題にもなってきてるし芸能人がこれだけ自殺してしまってるとか、まあ、あとは最近でもこれもちょうど本読んだらいいので言うと「デスゾーン」っていうねこう栗木さんってこう登山家の方の、うん。 話なんか見てても、やっぱり自分の実力以上のものを承認要求のためにどんどんやってしまって最後は死にまで至ってしまったっていうようなところもあるしなんかやっぱりその辺は現代社会生きていく上ではこれだけ、ね、みんなが SNS やって当たり前に発信できて、ね、他者から「いいね」ねこうもらえるからこそちょっと気をつけなきゃいけない問題なのかなと思うけどサッカー選手ってどうなんだろう、まあ 当たり前にこう他人のためにお客さんのためにプレーするっていうところで、まあ、そ,のそれで対価をもらってる職業なんだけどそことの向き合い方はやっぱ各選手やっぱりそれなりに自分なりのこうお気をつけ方ってあるのかな、えっとまあ、これも僕のケースでしか話せないですけど、うんえっと、そこは明確に分けるようにしていて、うん、これもさっき言った話ちょっとつながるんですけどその仕組みは絶対に理解しなきゃいけないと思います、うん、サッカー選手としてなぜ自分がこれで生活をさせてもらってるのか。うん 誰のためになってそれがお金となって自分になってるのかっていうのは理解しなきゃいけないと思うんですけどただ僕はそこがえっとサッカーをやる一番の目的とか動機になるとまたちょっと違うと思っていて例えばこれ分かりやすくなってるのか分かんないんですけど僕の中ですトとッチのは例えばパトロンと画家の関係みたいなではパトロンがいないと画家は絶対にどうにもならないんですけどただパトロンのために絵を描く画家。 は僕あんま好きじゃなくてだそれまあちアーティストとちげえよみたいな話もあるかもしれないんですけど、うん、でもなんかそういうイメージを持ってやっていますだからその仕組みを理解しなきゃいけないしそのえっ、ー、と報酬を与えてくれる人には本当に感謝しなきゃいけないし、うん、感謝しなきゃいけないしだからこそ自分は自分のやるべきことをサッカーの道を追求するということをやるということですねただその自分っていうのがすごく ここ最近変わってきてることであってなんかさっき言ったその人のためにみたいなすごい僕も共感するところがあってで僕の中では人のためにとか利他みたいなところはあんまりこうすっと落ちなくてっていうよりもそので利他って考えた時にそこにやっぱり利己があるっていう考え方だと難しいというかよく分かんなくなっちゃうんですねだからこそ,そのリ利ででもないし利己でもなないいし己自分だし 自分イコール自自分分の周りにいる人自分と今まで関わってきた人、うん、みんなだしっていうことで、うん、いう話をすごく自分の中では大事にしていて、うん、でそうなるとその自分今まで関わってきた人は全員それは小沢さんもそうですし、うん、その自分のために自分の道を追求するっていうことを今はやるように。 しています。だからそこにはちょっとその承認欲求とかは全然切り離せれたところであります。だからその報酬みたいなところもサッカー選手として多分報酬を得たいっていう欲求はあった方が強いんだと思うんですけど、うん、それは本当ないな,ないというか、うん、いうところですね、うん。サッカーって社会のためになるのかな。なると思います。うん、それは絶対になると思います。うん、えっと人のためになると思います。うん、だからそれがこう一致する。うん からこそ今僕はサッカーを続けれててるっていうのもあるんですそれがあんまり切り離されてるとじゃあ自分なんでサッカーやってるんだってやっぱなっちゃうのでそれはえっとそれこそ修行僧と一緒になっちゃうと今自分は修行僧として生きてていいのかってなるのでそれがこう一致しうるってとこがこう僕がサッカーを続けられてる一つの大きな理由になってると思います。うん、今日改めめててこういう、ね、こういね、まあ、前半も含めて言うと相当な 話をしてももらったけどもこうやって話してみて自分なりにどういう体験だなった、えっとこん、うんそううん、やっぱりなんかあんまりこう心地よくはないというか、うん、その例えばこれを見てくださる人の顔はあんまり浮かべて話すことはできないというか。 あんまり僕の話は参考にならないですよということしか思えなくて、うん、そういう中で話してるのはやっぱり心地よくはないですけど、うん、まあなんか自分にとってはこう思考の整理一度なったりとかいうところでは、うんうん、一回いい機会ですしまあざっさんとこうやって長い時間こういうふうに話したのでそれはすごいいい経験というか今日もいくつかこうあそれ自分の中で考えてなかったなってことに対して新たに考えてお話ししたみたいなこともあったので、うん、そういうのはものすごくいい時間というか。 だから定期的にこういうのが、まあ、こうい,いろんな人に向けてっていうよりも、うん、人と対話の中で生まれるみたいなことも大事にしなきゃいけないなみたいなのは自分の中でも思いました。うん、バランスは必要なんだなと思いました、うんまあ、だから前半のところでも言ったんだけど誤、まあ、ったんだけどやっぱり個人的な、まあ、このサッカーのメディアの中でね働いていての今の危機意識ってどうしても新型コロナウイルスの影響でねこう、まあ、特にヨーロッパのトップレベルの試合って。 試合をやることがもう目的になっっちゃってんの、うん、それってあくまで手段じゃんサッカーにもっと興味を持ってもらったりサッカーの価値を伝えて社会貢献するためが本当はサッカーの存在意義なはずなのに公営権の開始のためにとにかく試合をこなして試合をやることがもう目的になってるなって個人的には受けていて、うん、そうなった時にはもうサッカーって他のエンタメと完全に横並びなんだよね。 他のエンタメで、例えば日本で考えた時にこれだけ、ね、爆発的に人気出てる「鬼滅の刃」とかそれこそディズニーランド行くこととかじゃあ家族でサッカーをこうエンタメとして、ね、土日に投じれますかっつったら俺今サッカーの仕事してるけど全然投じれない、うん、家族としてサッカーみんなで見に行こうとかあの土曜日の夜に J リーグ昼間でもい,いや J リーグ見ようみたいなことで家族としてならないっていうことはやっぱりもどかしい思いがあって。 そううじゃなないいよなってとところかからの切り口とかだからね本当はもっとサッカーをこうやって論じたり社会の中で置かれるサッカーの立ち位置を話せる機会があればいいんだけどまあ今残念ながらそういうサッカーの番組がすごく減ってるしうんでやっぱり人々の趣味思考がどんどんこうスマホのこの画面の中だけに集約されていてだからサッカー好きな人はこうやって見ればいいけどサッカーにそれほど興味持ってない人がこの中に没頭できなくなってると思うのね。 もちろんね多分こういう場に出てくるっていう意味ではすごく嫌だったと思うし引きずり出して本当申し訳ないなと思うけどでもそうやって自分なりにもがいてで自分たちなりにこの7年が一緒にね少なからずこうねやってきた7年があるわけなんでまあそのプロセスを話しながらそういうサッカーのまあもしかしたらこういうものがサッカーの価値ですよって俺らから言えないじゃんでも自分なりの多分皆さんなりのサッカーの楽しさとか価値が多分あるはずなんでなんかそういうものを。 見つけてもらえる、機会になったら、ありがたいなというところで、うん、まあ、ちょっとこういう、まあ、設定しました。まあ、なかとっていうか、ね、本当に長くなって、いろんな嫌な話も、質問もしたかもしれないけど。<laughs> 今日はありがとう。いや、こちらこそ、ありがとうございました。皆さんも長い時間、本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。うん、まあ、だめだつきこう、まあ、陰ながら、そんなに大々的に応援する必要はないんで。<laughs> あの、こういう選手もいるっていうことを知ってもらえれば、僕個人としても、こうやってチャンネルで取り上げた。 えー、会話ありますし、まあ、個人としてもやっぱり彼が高校時代から、ねえー、陰ながらこうサポートを応援してきた選手なので、まあ、絶対に僕はやってくれると思って確信してだからこそこれだけの、ね、こう年月を一緒に過ごしてきます来てますので、えー、皆さんの中でこういう選手もうーん知る機会になっていただければ幸いです。今日はありがとうございました